にちは。ガッシュです。この動画は、ウヌシミカワリ僕、ガッシュが編集しています。詳しくは前編をご覧ください。前編は楽しんでいただけたでしょうか。それでは、後編スタート。10日町まで来ました。まあ普通といった感じ。どことなく雪国感の漂う街並み。変態くん。やっぱこの顔、ローカル線に変えますね。ところで、前編を見てくださった方は予想してくれましたか？いよいよ、答え合わせです。僕に小さく見えますね。あれが答えです。どんどん近づいてきますよ。なんと、0006の11号機でした。これにより、定期列車の長野行きの発車番線が変更になっていました。0006の11号機は、国鉄時代の1971年に創業した小型ディーゼル機関車で、75年までに65両が製造され、撮影当時に車席があるものとしては、11号機のみとなってます。C12、C56 などを置き換えようとなったときに、地方構造の弱いローカル線では、陸軍が12トンに制限されているので、DD13 や DE2 は優先できないか、できたとしても、動作がな、速度制限を受けることになってしまいました。そこで、ローカル線企画で設定されたのが、DD16 です。単位線の旅客列車は、自動車に置き換えられていたことから、基本的には、旅客列車での使用が通るせず、列車弾道用、同期作成装置も、搭載されていません。しかし、1970年代、後半から国鉄では、ローカル線の、貨物輸送開始を推し進めたため、次第に、使用線数も減少してしまいます。そして昭和50年のタイヤ改正以降から、合計7しか入線できない単位線、2角のローカル線の多くが廃線となったため、両方失ってしまいました。貨物の入れ替えなどでは、この移行がいいので、仮に別製の DD16 は続きで、また放射能などの規模縮小もあり、活躍の場を照らしていきました。教えてくださった、大岡町駅の駅員さん、そして取らせてくださった、運転手さんに心から感謝します。そんな楽しかった、大岡町駅を出発。一気に長野を目指します。
く、ライオはマサケ好きでして、これは10日巻きで買ったマサケです。美味しかったです。とても濃厚。気づいたら来た長野でした。なんかあるさ、会議のイメージが強すぎて東海道線を走ってる姿に違和感を覚えます。一度は乗ってみたかった。189系。すごいってことはわかるのですが、視聴者の皆さんの方が詳しいと思うので何も言わないでおきます。長野駅ではホームの立ち食いそばで昼食、これがめちゃくちゃうまかったです。あとおやきを買えばよかったと今になって後悔してます。しなの鉄道の115系、一回乗ったことがあるのですが最高です。そして僕らが乗るのは普通の松本行き、結構混みました。おバス停機のスイッチバックです。個人的には結構好きな駅で、駅が綺麗ですし何より景色がいいんです。ちょっと時間があるので外に出てみようと思います。ただいま1番線に停車中の列車は乗るのは大槌行き、長野から山梨の東部まで走るロングランです。アルピコ交通のホームにも行きました。帰宅の学生でにぎわってました。
に着きました。今回は過ぎてしまいましたが、ゆっくり山梨観光をしてみたいものです。中央線で八王子へ向かいます。八王子です。横浜線に乗り換えます。本郷来です。これにて、旅も終わりとなります。とても楽しい、恋旅でした。ご視聴ありがとうございました。